さあ、ミルクサッカーアカデミーでございます。 J2 の第35節の、振り返りをしていただきたいと思います。米山マンです。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もプロサッカーデータマンのねお目線からいろいろ教えていただきたいなと思っておりますけれども、はい、いろいろありましたね。このような結果になってます。ドン出ました。ずらっと出てましたけど、こうね、めちゃめちゃ決まりましたね。入ってますゴール数がね。一応これ皆さん念のための確認なんですけど、うん、はいはい、世界全体で見て、うん、だいたい1試合の平均ゴール数って 2.5 ぐらいですよ。 2.5 ぐらいです。だから、うんうんうん、J リーグこの J2 って20、はい、11試合行われてるので、うん、大体で言えば30点ぐらい入れればいいんですよね。おお、なるほどね。今回39。おお、じゃあすごい入ったなという、入るなと思いながら、印象値ですよ ね、 ね。なるほど。ということで1試合ずついきましょうね。図解で解説いただきます。まずはこちらです。ドン出ました。東京ヴェルディ対ファジアーノ岡山、 1-2 で岡山の勝利ということになりました。いや、岡山でしたね。はい、こちらからお願いしたいんです。岡山ですよこれは。これはあの逆転勝利ということでしたね。逆転勝利でしたね。最後83分でしたか、上田選手のまあ見事な左足でのボレーが決まって、はい、というところでしたが、うんうん、ベルディね、いいところ多かったっすね。あ、そうですか。うん、正直多かったが、しかしがしかしがしかしっていうところだったでしょうか。うん、あのまあ、最初のまあ、リオンジ選手の得点、うん、というかこれで彼は全ポジションやった？そうなんだ。やりましたよね皆さん、これでね。キーパー以外ぐらい。センターやって、うんうんうん、序盤でサイドかなんかやって、はい、ボランチなんていつもやってて、ウィングバックやって、で今節フォワードで出た状態なんで。すごいな。いやもう彼がいるだけで結構変わったなというのがあるんですけど、うん、まあそれこそ今節一番まず変わったのがヴェルディフォーメーション変わったんですよね。うん、はいはいはい。もともと4バックでワンアンカーのインサイド2人のまあウイング2人っていう形、うん、そうでしたね。ウイング2人で真ん中1枚っていう形でしたけど、はい、まあ、ガンバっぽいような形の 3-3-2-2 に変えてきたというのはあった、はいはいね、でこれは一つケアなんですよ。まず岡山のいわゆる右関戸選手、左仲間選手がこう内に入ってくるところで、特に仲間選手に対してもう今1対1で、ね、対応できるほどのじゃないじゃないですか。 もうもっとレベルが上なので。なるほど、そういうあの対策なんだね。ですね。若さクレビーヌの2人で対応しておきながら、奪った上で仲間の裏にクレビーヌ走らせてみたいなことを考えてはいたと思われるんですけど、そこを今度、あ、じゃあ仲間がそういう状態なら仕方ないね、じゃあみんなでパスサッカーで攻めていこっかなんて、うん、でそれで決めちゃったっていうのがもう思惑通りで4分ですもんね。そうですね、うん、なんでこのヴェルディを、ヴェルディとしては普段やっぱり相手のチームに対してやっぱり結構なポジションをまず取りたいと、はい、そしてあのパスサッカーでも攻めていくってことがあるんで、うん、ヴェルディとしてはできるだけそのポジションを取る、はい、もう本当に 50% 台後半から、うん、むしろもう 70% 近いぐらい持っちゃうんですよね、うん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 、この試合なんと 53.6% 対 46.4%、うん、なんでヴェルディいつもより持てなかったんですよ。持ててないってことなんだね。 それはね、だから全然持てなかった。ちょっと自分たちのなんとなくバランスというか、うんうんうん、やりたいことはできなかった。なるほど、むしろ岡山がずっとそれをさせなかったというのが、うんうん、まあ、見て取れた試合でもあったかも。でも前半はヴェルディね 1-0 で、そう、良かったんですよ、うん、最初は良かった。ただ結局後々になって岡山が自分たちがじゃあヴェルディ相手に何しなきゃいけないのか、その若作レビーの左サイドだったりだとか、まあうちで後から新井にも変わりましたけど、フォーバックにはありましたけど、あのまあ奈良和だとかそこら辺のところどう崩していこうかってことの、まあ失敗でしたね最終的にはね。まあ仲間選手決められた後攻撃的にいかなきゃいけないっていうのでフォーメーションを変えたけれども、それが最終的にはまあ上田のゴールを導き出してしまったっていうところでしたね。これまあヴェルディ、ただあのちょっとこの間の月曜日にワンデーライブ我々ねいつもやらせてもらってるんですけど、そこでまたデータでいろいろ紐解くような解説をさせていただいたんですけど、はいはい、大分だとか京都そしてヴェルディに関しては今後が見えるようなちょっとデータがちょっと見ねいろいろ出てきたというところもあるので、はいはい、ちょっと今日ご興味あられる方はそちらも見ていただければと、ね、はい、思います、はい、独特のやり方をしてるっていうね、はい、はい、ということでしたというゲームをお伝えしました。続きましていきましょう、こちらです。ドンということで、ヤルベクス新潟対、鹿児島ユナイテッド FC 6対0ということになりました先生。まあそうでした、大量得点ですね、まあ、これね、これは新潟が良かったのか
鹿児島が良くなかったのか、まあ、ちょっとそこを解決させていただく前に、はい、僕この J2 っていうか、まあ、J1J2 この表ずっと1年間我々やらせてもらってるじゃないですか、はいですね、J1 は28節分まですでに出していて、うんうんはいまあ、これが35節だから先生が何言うか分かりました、はい、ボールが4つ重なってるの初めて見たってことでしょ確かにレオナルドさんね63節やってきてあんなトッピング見たことないですよ、ね、僕確かに、うん、これは折り重なりすぎている確かにですね、うん、こんな表記になってしまいますよね、はい、あのこれで、新潟さんがですね、はいなんと柏とか横浜 FC を超えました、うん、超えました、得点が60総得点、はい、あなるほどレオナルドがそのうち24いやーすごいですね決定力というか得点力がねチームの4割を彼が占めている状態にはなって、うん、得点王にもなってますもんね今ねそうですね、うん、後でまた話しますが、まあ、ゴヤ選手が1点決めたものの、はいはいはいまあ、レオナルド4点決めた状態なので、ね、2位のゴヤ選手に今3点差をつけてる状態になります、はいうん、でこれはまあの話で言っちゃえば、うん、まあまあね普通に考えたら来季いないっすよもう、ね、ああもう取られちゃう、うん、レオナルドはいないですよさすがに2年連続だって J3 で得点王になってそうか J2 で得点王になりそうで、まあ、それはそうですよね、うんうん、結構なお金が出てもそれはもう仕方ないとは思います、はい、ただこの試合通してっていうところで言う前に、うんまあ、こんなになんでこんなに得点差ついたのって話ですよ、はいはい、1個ずつちょっともう多すぎるのでゴール解説しててもしょうがないんで、うん、そうかやっぱり悪癖が出ましたね鹿児島としては悪癖、はい、あのこれもともと我々ちょうど1年ぐらい前鹿児島がなんでそれこそ昇格できたのかって話、うん、J3 から J2 に昇格できたのかってお話をさせていただいたりだとか、はいはいうん、じゃあ J2 にいながらでまずこの、うん、じゃあ何が改善されたのかって話とかもいろいろしてきたんですけど、はい、やっぱりね悪癖が戻ってきてる何かというと、はい、これ皆さんちょっと鹿児島に関してちょっと振り返ってみたい話なんですけど、うんはい、2000いわゆる去年の18シーズン J3 から、はいまあ、J2 への昇格が決まりました、うん、ただその前のシーズン2017年に関しては結構失点数も多かった、はい、じゃあ何があったのか、うんうん、中盤より前はそんなに悪くなかったんです、はい、ただ自分たちでボールを回してしまう癖が、それがしかもディフェンスラインの、さらに言えばペナルティーエリアの中でボールを回してしまう癖があったんです。なるほど、癖か。でそれを言ってしまえば、いやよくある話じゃんって思うかもしれないけど、ただそこでもし行って一見すれば、はい、安全なボール回しに見えるけど、そこでパスミスなんてしようもんなら、まあ、失点してしまうわけです、はい、で2017シーズンの鹿児島っていうのはそこで奪われてしまうケースが多々あったんですよ。だから自陣でボール回ししてることで安心できなかったんですね、うんうん、相手に奪われてしまったらパスミスしまう、でそこからかっさられて得点されてしまった、うんうん、それを2018年は改善した結果昇格まで戻っ、行くことができた、うんうん、ただ今年だんだん終盤戦というか結構プレッシャーかかる試合になるとどうしてもちょっと後ろ目のところでボール回しするときになんかミスが目立つ、うんね、まあでもこの新潟の前線のプレスもこれ恐ろしいでしょ。そうです、もちろんそれが新潟は狙ってきたんだと思います。しかもその先の目線見ても出しどころ潰されてるかがこそあそこで持ってしまうわけですよね。そうなんです、ね、そうなんです、はまってるって状態ですよね、うん、出しどころない。そうってことは鹿児島はもうそこでやられてることが分かるんだから、うん、一旦もう前に出してみる、そっか、ちょっと厳しくても一旦出してみることの方がまだ可能性としては良かった結果論です、ね、疲れるんでしょうそういう状況って。疲れますね、自分らでちゃんと持てない状況疲れるらしいですよね。そうなんですよ。でその中であの赤尾選手のオンゴールが81分に決まっちゃったんですが、うん、その後最後もう1点ね、赤尾ごめんなさい、1回パスミスで赤尾選手が奪われてレオナルド選手に決められるっていうシーンがあったんですけど、うん、最後のオンゴールのシーンに関しても、はい、狙われたのはだから赤尾選手なんですよね、うん、そこに出しておけばもしかしたら今ちょっとメンタルがあれだしっていうのもちょっとあったのかもしれないなっていうのはありました、うん、はい、はい、ちょっと崩れちゃった感じはありましたよね、うん、そうなんですよ、うん、あとプラスちょっと、まあ、ここまでこういう話続いたので、はい、あの1個ちょっといい話持ってきました。ええー、お願いします、はい、あのちょっと新潟の話なんですけど、うん、この日あのスタメンになんと、うん、あれですよ、新潟の新たな至宝、ほう、本間志音がスタメンだったんですね。彼もいわゆる2000年世代、そうですよね、うん、テクニシャン。なんか彼この間、うん、いかのいわゆるマンオブザマッチみたいな感じになったらしいんですよ、はいはい、でなんかあのいわゆるこう例えばサッカーダイジェストさんだとか、うん、例えば
あの我々ミルアカなんかもそうだけど、はい、こうやってマンオブザマッチって言われる、それぞれがいろんな観点から決めたりするのそれぞれバラバラなんですけど、ね、そう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 、ただあの試合終わった後で、うん、今日のヒーローはみたいな感じで、はいはい、なんかあるじゃないですか、うんうん、そうですね、その時に一回本間選手が立ったことがあったらしくて、うん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 、そうなるとホームでそういうことあると、はい、ハッピーターン1年分もらえるの？そう、あらまーらしいんですよすごいいいね、喜ぶね。ただ、うん、本間選手、はい、僕いいですって、いらないですって、あのいわゆる僕に来る分を、ああ、ああ、あのいろんなその保育園だとか、ああなるほど、そういうところに、へー、はい、渡したいですって。なるほど、すごい情報ですねそれね。へー、へー、すごいなと思って、うんうんうん、なんかそういうなんかもちろんもらうことももちろん大事だと思う、それ例えば広めていくってことも大事だと思うし、うんうんうん、ただ本間選手いわゆるだって今年高校卒業したばかりの選手ですね。すごいの持ってるんだね。そんなことできるってすごいなぁなんて。本間選手があのキュッてかわす局面とかあるでしょ、ゴール前で、ね、でファールもらったりしてるでしょ、うん、あのターンをハッピーターンって呼んだらいいんですかこれからね技の名前に、本間選手使ってください、ね、お願いします。はい、ということで、あともう一つ、はい、ついに復帰ですよ。誰が？早川選手です。新潟の右サイドバックに今回いますけど、ね、はい、早川宮選手です。そうだそうだ、もともとね、うん、あのまあ、ユースから上がってきてっていうところではありましたけども、うん、白血病かかってしまって、はいはい、まあ、それで、まあ、この間一回ねベンチに戻ってきたというのがありましたけど、うん、ついにスタメンに戻ってきたというところで、うん、まあもう彼のエピソードに関してもいろんなところで語られてますけど、はい、まあちょっとあれな話ですが、いろいろ、ね、SNS でもいろんな、ね、ね、ストーリーね、盛り上がりだけど、まあ、我々もちょっと早川選手に関してはまたやりたいなと思っておりますので、はい、お待ちください、お願いいたします、はいはい、というゲームでございます。6対0で、新潟 が鹿児島を下しております。続きましてこちらいきましょう。ドン、アビスパ福岡対 FC 琉球は 0-1 で琉球が勝利しております。ロースコアのゲーム、宇野ゼロ琉球ということですね。まあ、うん、もう一人でしょう。あの、うん、昨日のね出したあの J1 の MVP、はい、マンオブザマッチで、はい、広島森島司選手と、うん、はい、あと、まあ、上福監督を、はい、今回そうでした ね監督が初めて選ばれるというそ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 う、はい、ありましたけども、そうそうそう、今回ね樋口監督ちょっと正直入れたかったんですよね、うん、いい表情を見せてましたね樋口監督。やっぱりこうその戦術がハマっていたんですか？いや、というより途中交代の策が最近ハマってるんですよね。で今回で言っても80分に上条選手、うん、まあ、好調の上条選手を下げて、うんうんうん、上原選手入れて、そしたらその上原選手が90分に決める。確かにちょっとねこういうなんか交代策みたいなのがうまいんですよね。なんかモチベーションをかけて投入してるんじゃないかなっていうぐらい、お前 あの例えば戦術的にこうこうこういう動きをしてくれれば大丈夫だからみたいな送り出しじゃなくて、お前のこれからこの10分間のね、なんかこういうパフォーマンスでこうなんかお客さん上げてきてくれみたいな、そっか頼むぞ的なね、そうそうそういう感じなんじゃないか、じゃないけど、そう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 、なるほど。レギュラー争いもね、こう前線も激しいじゃないですかねえ、うん、だそんな中でこう最後決めてきたってのは、ね、いい方向に生かしてるんだ。いやあとはね、まあ、唯一言えば上原選手以外に言いたいことなんですけど、うん、最後の試合確かに上原選手が決めたのは素晴らしかったんですけど、はい、全員ボールウォッチャーだったんですよね、ほう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 、最後のシーン、うん、だからこそ唯一動けた、まあ、上原選手が決めれたことはあったけど、誰か人見ててもよかったたんじゃないかと。これはもう福岡側もそうだし、まあ、これ玉もあるもんね、いいとこにここで来たっていうのもあるから、あれはちょっと一概にねあれですけど、ね、福岡側にも琉球側にもまあ言えることではあるけれども、うん、そうですね、そこはちょっと両チームとも、まあ、これからやっぱりね、まあ、おそらくは降格はないと思います、残留できると思うんですよ両チームとも。だけどやっぱり来シーズンのために、そしてそれぞれがまた今後ね、あの選手の成長としてやっていくためにも、はい、違うところも見てみるってことは大事かもしれませんね。なるほど、はい、はい、そんな試合でございました。続きましていきましょう。ドン、ビファーレン長崎対町田ゼルビア3-2、熱い戦いになりました。ビファーレン、ホームのビファーレン勝っております。やっぱり決めるんですね、小屋先生ですね。小屋先生と平戸先生ですね、そうか、エース対決にもなりましたね。決めるなというのがある、はい、けれども、いや今日はこの2人じゃない、じゃない、うん、今日はこの2人じゃない、今日のメインは大竹陽平、うん、そして森村浩太の2人です。はははははなんです、はいはいはい、まあ絶対的なエースの陰でどうしたかっていうことですか。そうですね、うん、まずじゃあまあホームアウェイの順でいきましょうか。わかりました。まず大竹選手ですね、はい、
これ先ほどね一瞬ちょっとマーさんとも見ててる話ではありますが、大竹選手がまずはね53分に得点上げたんですけど、得点上げた時の小屋さんの動きに注目なんですよね。ディフェンダーをちょっと釣り出す、まあランニングをして、その結果ディフェン相手のね町田側のディフェンダーとディフェンダーの間がもうギュッと開いて来ましたセンターバックがね。やっぱ寄らざるを得ないぐらい小屋選手の威圧感ってのあるわけでしょ、結果も出しますから。そうなんですよ。でそう来るだろうなと思った上で大竹が入り込んでシュート放つ、ナイスシュートでしたね。あれちょっと得意な角度だったりもするんですかね。そうなんですよ、気持ち良さそうに打ってらっしゃる、もうここでしょって感じはありましたよね、はい、あとそのままだから多分そこで結構勢いづいたんじゃないかなというところで最後も決勝で上げて、はい、まあ、2点あれも見事な予算ぶりになってましたね、見事でしたね、チームとして。で3対2長崎が勝ったというところですが、はい、そうでしたね、もう一人ご紹介したいのが、はいはい、森村浩太選手なんですよね。ただ、はい、その前に森村浩太選手がなんでここで出てるというか、うん、普段だったら出てるあの人が今日はいないぞと、はいはいはい、ロメロフランクさん、あ本当だ、そういえばいませんね。あの直前で怪我というか、はい、なってこの試合出られなかったんですけど、はいはいはい、ロメロフランクさんが、うん、そしてですね、帰化しました。あ日本に、はい、あらそうですか。そうなんです。まあ、代表とかっていう話にはならないですけど、あ、まあ、いろいろ労働条件のね良さとかってことですね。そう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 になりましたので。長いもんね。ね、もうめちゃめちゃ長いですもん。なんかずっと青いチームにいる気がする水戸にもいましたね、山形にもいましたね。いるいる、なんか青のイメージありますよ ね、 ね、うん、そうか、はい。でこの日の、まあ、ジョン・チュングン選手の得点の時だったかな、うん、森村選手ねナイスアシストだったんですよ、はい、相手の長崎のディフェンダーを自分でもう、うん、あの体でカバーしながら、はい、まあ、バスケ的に言ったら、まあ、いわゆるスクリーンアウトのような形、うん、スクリーンをかけてるような状態でですよね、はい、で反転しながらとかぐる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 それで回りながらパス出して後ろからやってきたジョン・チュングンシュート放ってっていうところで、うん、はい、相手のディフェンダーを押さえつけながら、それによってオフサイドもなくして、そうだね、見事な、ね、見事な時間作るっていうのはすごいことですね。いや本当にそうでしたね、うん、その後得点取れたジョン・チュングももうだいぶもう笑顔でしたけどね、はい、得点取れてやったみたいな感じの形も、かなり、その笑顔が可愛らしかったですけど、はい、森村選手のそういうちょっとね、黒子的な役回りにも皆さんご注目いただければと思います、うん、はい、すいません、ロメル・フラック選手アルビレックス新潟にもいたんで青ばっかじゃなかったです青森山田で流通経済なんですね。青ですね、まあじゃあ青森の青森ねそうだ、まあ、じゃあもう日本人みたいなもんだったんですね、もともとね。そうですね、はい、ペラペラだ、じゃあペラペラでございます。ペラペラだ、あ、ね、よかったよかった、はい、はい、続きましてこちらでございます。ドン、水戸ホーリーホック対大宮アルディージャ、こちら2対3でございましたね。なんですかね、うん、なんか役者たちがそのまま、いや本当だわいい仕事をして、うん、終わったの試合でしたけど、ね、J2 の面白さが凝縮されてるような ね、 ね、うん、まあ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 、あのマンオブザマッチもう一人入れたかったのが一平篠塚ですよね。すごかったね、もちろんの話で、まあ自ら一人で突破した、あれお客さんが選んでいいっていうデータなしにね、印象値で選んでいいって言ったら一平さんでしょこれ、絶対一平じゃないですか、一平がいないですよね多分ね。普通1点目も何て言うんですか、ちょっと収め損なった自分でね、うん、ポストプレーをね、それをスルー待ちして、はい、で肩でガンガン押して3人ぐらいドドドドッつってあのマリオカートのトップに出てる時の感じですよねで出てバーンって入った強いなと思いましたけど、思ったし、あと2点目っすよね、うん、そのアシストのとこでしたっけ、ね、2点目か、福光選手だったかな、はいはい、もうタックルで倒して肩でねドシャンとでクロス上げたらその先にいたと、うん、はい、いましたね。いやーすごかった、うん、ちょっと一平劇場が繰り広げられていましたね、うん、ちなみにあれ3分間の話ですからね、最初のそのプレーはそドリブルで決めたあたりからっていうところで考えると切れてんだな体が、ね、で、うん、それそしたら一番最後に、うん、まあ、お子さんが生まれたばかりの、うん、くしびき選手が、まあ、最後決めて、ああ逆転ダンということで、ゆりかごありましたもん ね、 ね、ありがとうございます。まさか自分で、うん、あの生まれたからみんなゆりかご頼むよって言ったら、うん、まさか自分が決めるとはなんておっしゃってましたけどいい話ですね、いい話でしたね、うん、ただなんかいやこれはね、うん、あれな話ですけど、まあそうだよねっていう試合ですよね、結果的に言えば。やっぱりこの試合、ね、あの清水選手や黒川選手といった、うん、大宮からレンタルで来てる選手たちは出れないわけですよ。そうだよね、そうかそうかそうか、どうせいなかったのか。そうです、うん、だそれで水戸としては前半 2-0 でよし、いわゆる親チームっていうのも失礼だけどこれは、うんうんうん、ただあの、まあ、レンタルでいっぱい借りてる選手がいるところから勝ってるぞ、はい、俺らっていうところで、うんうん、最後後半、はい僕たちはこんなチームですっていうところを大宮がこう見せてきてくれたというか、そうか、ね、目薬状的なところだね、うん、ありましたね、うん、
そうか、すごいすごい試合でした、うんうんうん、はいね、宮選手も良かったですね。宮選手良かったですね、前選手の得点も良かったし、うん、はい、はい、そんな試合でございました。上位対決となりましたこのゲームでございました。続きましてこちらです、ドン、栃木 SC 対徳島ポリティス1対1ドローということになりましたね。まあ、栃木的に、ね、悔しい追いつかれ方だったなというのはありますね。ありましたけどもね、あの栃木最近ハマってるというか、うん、はい、テニキを一番前に出すというスタイルがかなりうまくいってるんですよ、うん、これはあの具体的に言うとそのファクターはどんなところでしょうね。あの、はい、一番前で、ええ、あのあセレッソの奥野選手みたいな、あやっぱりそういうことなんですね。そうそう、まずプレッサー要因として行きつつ、はい、うん、あとヘニキーに言われる空中戦も強いの で、ね、体でかいですからね。そう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 、うん、ただね、栃木として一番の問題は、ユヒョンがもう帰ってきません、はい、今年あ怪我になっちゃった、怪我になっちゃった、今前節かなんかでちょっとお伝えしたと思うんですけど、うん、ちょっともしかしたら危ないと話していたんですが、うどうやら復帰は年始です。そうか、早くて12月中旬ぐらい、それはちょっと大きな問題ですね。そうですね、そうかそうか、まあ、失点シーンに関してはちょっとごちゃごちゃというか、うん、むしろ徳島相手なんで 1失点に関して言えば、うん、まあ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 、これはむしろってところなの で、うんうんうん、でね、90分戦ったらあのあれはしょうがないっていうところもありますね。そう、1点はしょうがないと思うんですけど、うんうんうん、なんでよく戦った部分もありますよね、ある今節栃木は。そう、今節が何かしらの問題ではない、はい、むしろ、うん、あの川田選手も今、ね、はい、今節初出場かな、うんうんうん、キーパーとしてもなったわけなので、うんうん、と考えたら、まあ、1-1 で終わったのは別に栃木側としてはまあ悪くないですね、はいはい、うん、あとはもうディフェンスとキーパーとで、まあ、連携確認だけは、うん、まあ、ここからもうずっと休みなしで続くことになるので、毎週毎週、うん、ね、頑張っていただければと思います。タフな戦いが控えてますから、はい、ますね。で対する徳島としては、うん、まあ、岩尾選手決めましたけど、うん、また逆に言えば1点は決めれるから、はい、徳島としては、うんうんうん、だからもう1点どうして取れなかったのかってことを、まあ、詰めていく必要性は今後あるでしょうね、なるほど、と、はい、ですね、うん、まあ、今回野村選手いなかったということもありましたけど、うん、まあ、サイドからの活性化なのか、それともジャバントップどうやって潰れるのかとか、まあ、いろんなやり方あると思うんですけど、うん、そこを今度次どう何を見せてくれるのかちょっと楽しみにしましょう。なるほど、はい、わかりました。というわけでございまして、続きましてこちらです、ドン、さあ土壌位対決となりました横浜柏、こちらシューマンのゴールで横浜FC が勝ちましたね、劇的幕切れ、素敵でしたね、うん、草野選手の得点、ね、うんうん、あのこの日で言えばやっぱり柏がシュート数としては上回っていて、はい、横浜 FC10 本に対して柏が16本、うん、ほうほうほう、という状態ではあったんですが、最近よく J2 で話してるペナルティーエリアにどれだけ侵入したかみたいな話、はいはい、でいくと実は横浜 FC も柏も11対12と、うん、そんなに遜色ない状態で、ポゼッションでもだいたい 53% 対 47% みたいな状態だったので、はい、まあ本当にお互いがもうやり合ってたようなところはあったよと、はいはい、最後の本当にもう草野のゴール、これが一つね、大きいんじゃなかった、大きかったなと思いますよ。なんかいいインタビューでしたね、人柄が出るようなね。そうですね、一つになってもうこれはでも首位柏にああいう勝ち方したっていうのでかいでしょ。うんですね、一発が燃えていました ね、 ね、うん、あと柏としては実はこのなかなかその勝ちきれないっていう風になってきた一つの要因として、うん、あのヒシャルジソン選手が最近ちょっと出れてないっていうのがあるんですよね、はい、まあ、次今イエローもらったら、まあ、数試合で出場停止っていうのもありますけど、あ、そうか、ちょっと何かあったのかなって、ちょっとごめんなさい、僕が怪我だったらそれを見落としてる可能性もあるんですけど、なかなか出られてないっていうところがあり、はい、もしかしたらそのバイタルでなかなか、もう本来だったらもっとタック決められてるんじゃないかなとか、インターセプトできてるんじゃないかなとかってのがちょっと足りてないのかなと。やはりトータルのデータに出るわけですね、彼のいる以内では。そうですね、横浜市より守備の数値としては柏の方が実は上回ってはいたりするので、ね、一見するとそんなに遜色なく見えるんですが、うん、もしかしたらヒシャルジソンいたらもうちょい上だった可能性があるので、ほうほうほう、だ攻撃、まあ、空いてる横浜市側の攻撃ももっと詰めていたんじゃないかというところはありますね。なるほどなるほど、はい、というところでございました。はい、1-0、岡村氏が勝利しております。はい、続きましてこちらです、ドン、ツイギン金沢対ヴァンフォーレ甲府は2-3、甲府が勝っております。まあ
ね、古巣相手に佐藤和弘選手が得点を決めたのもそうなんですが、ちょっと宇高の2点目、いやちょっとあの反転のやつでしょ、ずるいやつですね、あれね、あれは無理ですね、ちょっとね無理ね、無理を、なんかたまに無理が出ますね、無理が出るし、それを結果につなげちゃうという圧倒的な足腰ですか、あれは何ですか、あれは、いやちょっと豊のレベルは高いっすよね、あのスルーパス入れ替わったやつもすごかったですね、見てないでしょ、あれ出したら見てないですね、田中選手だったかな、ね、うん、見てないっすよ、豊だったら今あそこ出てんだろう、いるでしょっていう形です、ね、あれ豊じゃなかったら怒られてるやつですよ、そんな届くかいやそんなもんって、豊かとかだから古橋中川とかだったらね、見てないっていうか感じ合ってるってことか、練習での形が一つ、すごいね、あれね、生きたんでしょうね、ラフなの通ったなって、もちろんねちょっとすげえなって思うけど、やっぱすごい技術なのか、あれお互いに、技術ですね、 あれはもうあの技術と、もう一個コミュニケーションですね、最近ちょっとあのツイート、さっきねちょっとマーさんとも話したんですけど、いわゆるあと残り、キーパーと1対1決めたらゴールだよみたいな、そういう1対1みたいな、そういうチャンスを作り出すのがビッグチャンス数とか、はいはい、ビッグチャンスクリエイトなんて言ったりするんですが、あのそういうのが上手い人たちって、はい、個人技術もさることながら、はい、一番は練習中にどれだけトレーニングを詰めているかだったりするんですよ、はいはい、でそのトレーニングって何かって言ったら、もちろんのクロスのトレーニング、どれだけパスを正確に前に出せるかのトレーニング、それはもちろんなんですけど、もう一個あるんですよ、はいはい、会話ね、会話、うん、ねえねえ歌かと、うん、あの君はもしこういうようなシチュエーションがあった時にどうしたい、うん、そうだよね、どこに欲しいとかどこに出してくれっていうのを常に言い合ってるところだもんね、そうです、人によっては、うん、あのいわゆるセンターバックとセンターバックの間に陣取って、うん、俺はその1回ボールで収めた後でドリブル始めたいっていう人もいれば、うん、 そうだよね、それはあのポストプレーしてセカンドトップの選手たち、うん、シャドウの選手たちに出てきてほしいっていう人もいれば、うん、やっぱプライベートから遊んでる芸人さん同士のいい連携見せたりしますからね、あれまさにそういうことですよね、生かされたシーンだったのではないでしょうか、はい、なるほど、ということでございました、はい、金沢はどうでしょうね、金沢としてはね、まあ、クルーニー垣田っていうこの2人で PK が1点ありましたね、はい、得点2点決めたっていうのはありましたし、大橋選手からナイスパスもあったりとかもあったんですけど、まあ、ちょっと豊かの本当に2点目が効いたなと、まあ、いわゆる3点目の話ですけどね、でもね2得点してますからね、うん、悪くはなかったですね、悪くはなかったですね、ただこれで金沢がちょっと一瞬交代ですね、順位表としては確かに、昇格の争いがちょっと交代してしまったところもありました、なるほどね、ここ大事だったっていうこともありますよね、はい、でただあの最近ですね、はい、これちょっと試合あんまり関係ない話なんですけど、金沢のスタッフの方々のツイッターが面白いんですよ、はい、ああそう、あらそれ大事ですよね、でしょ、うん、あの僕ずっとあの金沢に関しては昇格間違いないって話をずっとしてると思うんですけど、はい、なんで間違いないかって言われたら、本当そのイベントの企画力、昇格間違いない、間違いない、今シーズン、今シーズンじゃないです、じゃないね、いつか、ああなるほどなるほど、そうなんで間違いないか、そのポテンシャルをしっかり感じるチームですということですね、イベントしっかりやってちゃんと収益儲けて、うん、でそれでちゃんとあのいろんなチームとそのレンタルもしっかりやっておきながら自社にお金を貯めて、これから J1 に向けていくんだっていう流れを徐々に徐々に蓄えているチームなので、そうか、いやいいシーズンをずっと過ごしてるなと思いますね、なるほどね、そういう風に見つめていく部分もあっていいんじゃないかってことね、そうですね、なるほど、あのむざむざこういきなり J1 にパーンっていくぐらいだったら貯めて貯めて貯めてちゃんとその貯金を使った上で行くっていう方がいいので、なくならないものをしっかり担保してからってことだね、そう確かに一回行っちゃうと、あそっか、ゼロになったりするものもあったりしますもんね、そうなんです、マイナスになっちゃうこともあるので、うそっか、はい、あいい話を聞きましたでございました、はい、続きましていきましょう、こちらです、ドン、京都さんが FM 愛媛 FC は2対2のドローということでしたね、先に言ってしまいますけど、はい、あの1人日本人じゃない方がいらっしゃいましたよね、日本人じゃない方、もう日本人のスペックではない、一味先生のお話ですか、神谷先生の話、神谷先生でしたな、そうでした、一味先生もすごかったですけど、一味先生もすごかった、ああいう決められ方されちゃうとディフェンダー的にはもうドバッと疲れちゃうでしょ、もう無理ですね、だってもうあの背中ヒュッと立ってさ、いい姿勢でこうふわっと遠く見た時、あれ狙ってたんでしょ、あれから2ステップで剥がしてコントロールシュートだと、もう全部決めてましたよね、神谷ちゃんコンボ発動ってことでしょ、そう、あれ君ちょっとカテゴリーの違いを感じましたけど、あのもうあの一人のプレイヤーとしての、なんていうんですか、立ち振る舞い凛とした姿、はい、うん、そうですね、が、うん、スケールがでかい、うん、この人とゴヤはスケールが出ないですね、この説では
あと、まあ、先頭のゴールもさることながら、うん、一味選手のゴールが、ねね、すごかったね。ちょっとこちらもジャパニーズっぽくないというか、はい、そうですね、先生と言ってましたけどファンウィジョっぽいな、なんて。そうなんですよ、だから、うん、もしかしたらやっぱガンバーの U23 でね試合やりながらで、うん、やっぱロブチームとの練習なんかもね結構行ってたわけですよ、ね、イメージがやっぱり残ってたりするわけですか。かもしれないですね、うん、自分のフォワード像としてやっぱり一つ、はい、なるほど、こんな感じなんじゃないのかな。タフですもんね、失わないっていうか、あら止められたっていうとこから決めてるシーン多くないですか。多いっすね、一味ってね、いいっす、多い多い多い、うんね、これで一味選手も15ゴールかなに達したのって、ほうほうほう、いやすごいっすよ ね、誰が来年のガンバのフォワードやるんでしょうね。ほんとね、宇佐美、アデミウソン、渡辺、はい、パトリック、そうだよ、一味、小屋、誰やるの、うん、高木、そっか、あとはあれですよ、もうメシノとか中村圭人は移籍しちゃったけど、うんうんうん、遠山ですよ、U17 ワールドカップ出てきてます、下からも突き上げてきてますから ね、いますから、はあはあ、誰やるんでしょうね、人材の宝庫ですわね、なってますね、まあ、京都としてはその2点、そして愛媛としてもその2点あったけれども、はい、あ、神谷選手の6点あったけれども、いや最後持ってくのがまた山瀬ね、ベテランヘディングですよ、しかも、ね、なんか京都としてもあそこというか、そうだね、古巣にもなるんだね、そうそうそう、あの一番この試合で見てほしいのは先頭選手の得点の技術、うん、一味選手でもファンビジョンを彷彿させるようなゴール、ね、うん、で神谷選手のちょっとプレイヤーとしての質が、はい、一段違うようなゴールもすごかったけど、ね、はい、一番見てほしいのが、うん、加藤選手だったんですよ、京都のゴールキーパー加藤選手が山瀬選手に決められた時に、はい、あの膝から崩れ落ちてしまったんですよ、うん、だからなんとなくこうプレイヤー一人のやっぱりゴールキーパーとやってる中でやっぱりいろんな上手い選手だとか強い選手だとかも当たってきたけれども、うん、おそらくねこの山瀬選手に決められたっていうところで、うんうん、止めれないものだったんじゃないのかな彼にとってと。あ、なるほど、そう、あの、普通のゴールかもしれないし、普通のゴールだかもしれないけど、うん、それを止めることができなかった、だからもしかしたら、うん、ちょっとした駆け引きみたいなのがあってそれに負けたみたいな、そうきます、ってこと、そういや、この読みだったらまあ勝てねえわ、あ、なるほど、っていうのはちょっと折れた部分があったのかな、あ、そんなのを感じました、お見立てで、うん、ちょっとあまりにもパタッと崩れ落ちるような状態だったので、それを思わせる山瀬すげえなと、やっぱこう味があるんですね、その若手の派手さはないですけれども、さすがですね、ですね、ということでございました。面白いゲームでございました、ドローでした、はい、続きましてこちらドン千葉対山形ですが、こちら1対4山形、いやこうなってしまった理由があるけれども、そうですか、理由があるけれども、はい、理由があるんですよ、はあはあ、もうざっくりこれ分かりやすい、はい、千葉といえば、はい、最近、まず有名なのが、うん、ディフェンスラインがやや崩れる傾向にあると、うん、あのレベルは高いです、もちろん、ね、みんなレベルは高いんだけど、うん、なんかラインがスッとこう直線上じゃないシーンが多い、そうだ、ただそれを最近米倉下平もいろいろね整備しながらどれかやってきた、うんうん、ただそっちでディフェンスにある程度かまけてるとフォワード攻撃の方がなかなかうまくいかない、うん、その中でやっぱりクレーベを中心とするスタイルをやっていく、あれクレーベが40分で交代になってしまったんですね、うん、はい、ああそうですね、で船山選手出てきたことによって、はい、やっぱりクレーベに対してボールを預けるってことがなかなかできなくなってきたんですよ、うんうん、はい、でももしかしたらあの江尻監督多少想定してたしてたのかなと思ったのが、はい、今日ちょっと普段だったらフォワードで出るあのアラン・ピディール選手を右のサイドハーフで起用してきたんですよ、本当だ、だ彼に収めさせるみたいなことで前半はうまくやれていたんです、うん、まあ、結構、まあ、本田選手に1回得点決められてしまったのはあったけれども、うん、前半は結構千葉のペースだったなっていうのはあったんです、そのアラン選手が良かったんですけど、はいはいはい、クレーベ選手が下がって以降なかなか形が前線で作りづらくなった、うん、でただあのもしかしたらそれもハーフタイム中で危惧していたのか、もう最初1本いっちゃおうってので、うん、まあ、米倉選手からのクロスで、まあ、最後に矢田選手がフィニッシュを決めたところはありました、うん、ね、はい、あのクロスもらしいですね、らしいですね、山形としては米倉選手にあまりにも時間を与えすぎていたので、遠く見てしっかり蹴りました、うん、まあ、それが一番反省点だなと思いましたけ ど、ただそれで
まあ、みんなちょっと目を覚ましたというか、うん、はい、結局その後山形は3点取って終わるんですよね。そうでしたね。そう、クレベじゃないからボールを前で収めることがちょっとできづらくなった、うん、特に空中戦ポストプレーではできづらくなったところがあったので、うん、山形はもう果敢に攻め入っていった結果、なかなかやっぱり千葉のディフェンスラインがまたちょっと崩れ始めて、で松島選手ちょっと外れることになっちゃって77分、うん、そうね、で最終的にはですね、ガタガタガタといった感じでしたね、うん、まあ、あとはもう一人、まあ、井出選手もね決めたかったでしょう、フルス相手だったってところもあって、うんうん、そういう、ね、熱量みたいなところもありましたけど、一番分かりやすいんだから大槻選手が、まあ、キーパー佐藤優選手から奪って決めた得点だったり、うん、だとは思うんですね、はい、あのシーンもいわゆるセンターバック2枚が外に開いてっていう、まあ、欧州ではね最近やっているような形、うん、この夏に一つ変わったペナルティエリアの中でもあのパスゴールキーパーからのパスを受けることができるっていう、うん、新しいルールの適用のもとで千葉がやろうとしたことではあったけども、あまり慣れないことはするもんじゃないというか、うん、あのそのところをあの大槻選手がうまくかっさらっていったというシーンでございました。まあ、ちょっと珍しいシーンだよね、佐藤優と久渡が交代するっていう、珍しかったですね、うん、あそこね、あのチーム好きのカメラマンさんがいい写真撮ってなかったかなと思っちゃったりしてね、他の花鷹の花がこう通路でね実はすれ違う時手チョンってやってたみたいなね、そういうのちょっと見たいな、いや見たいっす ね、あるんじゃないですか、どっか、ね、あると思います、知ってる方教えてください。はい、はい、一応のゲームでございました。続きましてこちら今日最後です、ドン、岐阜対山口、こちら 1-1 ドローということになりましたね、うん、あの、うん、岐阜だと思いましたよね、正直ね、岐阜が勝つんじゃないかと、はあ、そうですか、あのミシャル選手がまあ前半今43分でしたけど、うん、決めて、ね、縦のスピードがすごいね、ちょっとやっぱワイルドさはどうしたら抜けてますよね、うん、彼に関して言えば、はい、だったんですが、はい、最後ですよ、はい、池上ジョージ10番決めちゃいまして、さすが、まあ、もちろんあのリアルタイムで見てたんですけど、うんうん、ちょっと笑っちゃうというか、95分ですけどやっぱその厚みもね、もうパワープレーですよね言ったらなんかね、うん、やっぱり浮き足立ってるんですよ全体的に、山口の選手たちが、あ、山口が浮き足立ってる、そう、あのやっぱり決めないと絶対追いつけないんだぞってので、なんとなくみんなこうカッカ来てるというか、熱量を頭に血のぼってる感じで 前にかかってるところでしょ、そうなんですよ、その中で、はい、ペナルティーエリアの真ん中にいながらにした、いながらにして冷静なんですよ、はあ、来たら決めるだけ、はいはいはい、俺は決めるだけみたいな、あの時間こぼれてきたら力入るわね、確かにね、しかしそれをしっかり決め切ったもう池上ジョージ、いやでも岐阜は悔しい、勝ち点をちょっとね、これは2位落としたって言い方の方が正しいでしょう ね、この試合に関して言えば、でただもうそうなってくると岐阜どうすると、順位的なところもありますからね、ここはちょっと取っておきたかったところでしょうけど、まだまだでもチャンス全然、うん、まだね可能性は全然ありますけど ね、うん、あとまあ言ってしまえばあの岐阜ももともとボールポゼッションタイムのタイプのチームだったけど、はい、だいぶやっぱり変わりまして、うん、この日なんてのは岐阜が 31.7%、そして山口が 68.3% という状態だったんですよね、はいはい、カウンターを似てしたってこと、変わったってことがありますよね、ほうほうほう、まあ、ミシャエルいたからとかってのもあるでしょうけど、まあ、だいぶ変わって、ほうほうほう、ただその中であとは途中でね阿部選手も出したりだとかでってことあったけれども、うん、山口の攻めが、まあ、結局は勝ったというところではあったのかと思います、はい、ということで、最終的には順位表ですね、しっかり見ていきましょう、こちらになりました、はい、レイソル、アルディージャ、横浜 FC、 山形、京都、ヴァンフォーレ甲府、ここまで6位ですね、そうですね、なんで残り試合がこれで、はい、7になったので、まあ、甲府が今勝ち点57で考えると、はい、まあ、金沢までは可能性が残ってるよという状態にはなっておりますね、はい、ただ新潟に関してが、うん、まあ、ちょっと厳しい戦いであることは間違いないんですけど、とはいえ、はい、得点があまりにも増えて2桁乗っちゃったので、最終、まあ、ここから例えば全勝した上で得失点差という勝負になったら可能性は残るし、ね、はい、他のチームに得点としては絶対負けないと思うんで、うん、そこは一つのモチベーションになりますね、になるかもしんないですね、はいはいはい、だ上はちょっとまだ混戦な感じがあります、うん、35のところがね、そうですね、35じゃないや、57、55あたりか、そうですね、なんで優勝戦線で考えると、うん、やっぱり柏が69な以上、うん、まあ、大宮、まあ、強いて言って横浜山形までだなっていうところはありますが、プレーオフの感じで考えると、はい、うん、
まあ、神奈川新潟ぐらいまでだったら可能性は出てくるかな。なるほどね。であと逆に残留争いを見ていきたいなというところでありますが、うん、はい、今あの栃木が勝ち点29なので残り試合をそのまま勝ち点に当てはめていくと736、うん、なのでジェフが、まあ、この試合負けでしたけど、まあもうほぼほぼ残留じゃないかと、うん、あとはもう福岡、町田、鹿児島、栃木、岐阜で2枠を争う、まあ、残留の3枠を争っていく感じではなるのかなと、うん、なるほど。で勝利した琉球あたりはこれでもう残留ほぼほぼ確定的な状態になったんじゃないかなと、うん、なるほどね。岐阜も全然残留の可能性ありますもんね。あります。なので下はもちろん全部ありますね、うん、ですね、はい、もう各チームのあとの状況、うん、残り試合に寄ってくるところにもありますので、なるほど、はい、うん、特に分かりにくくしてるのがあの前回、はい、あこの話しなきゃいけないんでしょう。前回あの一回台風で岐阜とその鹿児島がなくなっちゃったんですよね、うんうんうん、試合が。あ、そうですね、それがちょっと違うところに延期。そうだ、鹿児島は1試合やってないんだよね。で、ええ、それが分かんなくさせてる要因の一つなんですけど、なんと、ええ、今週末、はい、まあさん、ええ、台風です。そうなんですよね。そういやそうなんでした、はいはい、我々も多分収録できないから取りためないといけません。あ、そういうことになりますね、はい、電車が動かないです。あ、そんなに？もう多分動かないと思います。あら、まあ、なので、あ、そう、そうなんですよ。そっか、皆さんも気をつけていただきたいなと思っておりますね、はい、はい、というわけでそんな今週末の対戦表も一応見ていきましょうね、はい、こちらです、ドン、はい、まずね水曜日にルヴァンあって、うん、であとは木曜日に代表戦なんかもありますけど、うんうん、その後で土曜日に J2 がある、土曜日、土曜日に J2 があるよと、はい、そのような組み合わせとなっておりますね、うん、土曜日こちら注目は柏見と、柏見と、うん、そうだね、すごい戦いだな、日曜日になりますと、日曜日もありますね、そうですね、こちらってなると、はい、町田鹿児島っていうのは一つポイントですよね、うん、はい、残留争いで考えたと、甲府栃木もあります、うん、なるほど、はい、岐阜山形、なるほどね、ということでございます。詳しくはまたプレビューの方でしていきます、はい、頭にいたしますんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやー J2 の35節見てまいりましたけれども、ありがとうございます先生。いやもうすぐですよ、はい、もうすぐ1年が終わっちゃいます。そうですね、早めでございましたけれども、うん、ね、毎朝ねいろいろ出しておりますので、ぜひチャンネル登録まだの方してちょうだいませませということで、よろしくお願いします、ライブ配信は月曜日の21時からしております。そして、ライブですね、劇場ライブの方が10月17日に予定しております、はい、ね、概要欄からチケットゲットしてください。はい先生、じゃあ最後に何かあれば初めてのパターンですからね、そうですね、何かあります、ちょうど1年経ちますから、はい、ちょっと J2 もなんか、トラブルみたいな、 あそうだ、これ忘れてました、したあの皆さんあの今年、はい、から聞き始めた方っていうのも結構多いと思うんですけど、もちろんそうですよ、今年始まってるんですから、あ、まあそれはそうですね、今年は去年か、2019年の頭から聞かれた方も多いと思うんで、うん、あれなんですけど、はい、我々ですね、うん、年末、まあ、12月、まあ、プレーオフ終わった段階でやろうと思いますけど、うん、J2 のアワード、うん、ミルワカアワードというものをやっております。やってましたもんね、去年ね、はい、去年もやったし、はい、今年もやります、うんうん、まあ、MVP だとか、はい、あとは各データに伴う賞なんてこともやりたいんですけど、データマンとしてのね、オリジナリティが出ますから、そこはそうですね、はい、あとは皆さんからもちょっとコメントいろいろもらいたいなと思っていて、例えば J1 でも J2 も J3 もあるし、うん、あとプレミアとかも全部やろうと思ってるんで、うん、なんか本当にこの選手今年良かったなって思う選手に関してコメントだとかでもいただけるとちょっと嬉しいなと思います。わかりました。というわけで今日もフルタマンとコメディアンでお送りしてまいりました、はい、ありがとうございました。井上真でした。ノーミルク佐藤でした。また聞いてください。今日も一日をいってらっしゃい。いってらっしゃいませ。